ワーナーミュージックライフ TV の時間がやってまいりました。本日はですね、現在制作真っ最中というですね、アトランティック R&B ボックス10枚組についてですね、ちょっと皆様にですね、ご説明しようかと思っております。今日もですね、ゲストとしてですね、ワーナーミュージックダイレクト榎本店長に来ていただいております。こんにちは。こんにちは。今年アトランティック65周年、はい、前回私も勉強しました。60周年かと間違いです。65周年でございますね。1947年創立でございましてですね、実はそのアトランティックの歴史をたどったときにですね、いくつかのアンソロジーが出ておりまして、はい、それの一番最初に出たというよりも、まあ2番目かな、これでございまして、アナログと CD でこういうものが7枚セットで出たんですね。たまに中古版で見かけますね。2枚組で、7枚ということは14枚もので、CD では、7枚というものが出ていたのですが、それが1990年代に入ってですね、1枚増やして8枚組にしてですね、箱になりました。ちょっとこれ見るとですね、圧倒されますね。で、昔のあのボックスセットって大体こういう感じでしたよね。全部このデカ箱でしたね。こういう形でですね、これ全部8枚がこのまま入っておりましてですね、で、ここにこのかなり大判なこういうようなですね、解説が入っておりました。なぜ森に座ったりするんですか？森に座ってるんですかね。森に座る王子さんというですね、いろいろあって、まあ小さな字でですね、素晴らしい解説があったんですが、残念ながらこれもですね、ユニバー出ておったんですが、日本版は、見送られた経緯がございます。そういうこともありましてですね、今回その65周年を記念いたしまして、この8枚組に2枚足してですね、増量いたしましてですね、10枚組に、これにはですね、R&B 評論家、日本随一のですね、鈴木ひろしさんにですね、心に入っていないけれども、ヒットしなかったけれども素晴らしい曲というのをですね、約50曲選んでもらいましてですね、ボリューム9、10に、収録されることがもうすでに決定しております。で、まあ2012年に出すので、さすがにちょっとこの形は大きいだろうということで、実はあのモックアップというか、今まで1回出したことのあるジャズの、これは9枚組なんです、ありまして、こういうような形で7インチサイズですか？7インチサイズですね。基本的にあのここに入る曲はほとんど7インチで出てたものでございます。まあこれはもうジャズものなんですが、こういう形で、まあ100この大きさで130ページのこういう大きさでですね、鈴木さんとが書いたですね、解説ガイド、それとこういうようなジャケットとかですね、なかなか見ることができない、あのいわゆる画像をちゃんとフィーチャーしたものを載せてですね、で、レコードは、あ、レコードじゃない、CD ですね、こういうサイズで、アナログスリーブっぽくやろうとしております。これはもう一生懸命今、制作中で、ございます。まあ、65年に限らず70年でもいろいろアトランティックは、セレブレートされていいんですけれども、やはり、は65周年で最高のものを作っておきたいという私の願いもございまして出させていただきます。5月23日発売です。なんとかここまで出さないとまずいですよね。ということで、こう自らを知った激励する意味でもですね、今日はこういう連絡をさせていただいたんですが、一曲、じゃあ榎本さん、10枚組の中から一曲選ぶとすれば、じゃあですね、今この収録近辺に来日していました、あ、ベティライトさんを一曲。ベティライト、はい、渋いの好きですね。若いのによくご存じで、こういうところですね。若い人も聞いたことあるかもしれないですね。あ、はい、そうですか。タイトルがいいですね、はい、聞いてください。ベティライト、クリーンナップウーマン。She picked up a man of mine.
ティライトでクリーンナップウーマン聞いていただきました。かっこいいですね、やっぱこれ。いいですね。やっぱこれマイアミの雰囲気ですよね。そうですね。軽いこうギターのね、ちょっと明るい。カッティングが、あれは確か71年ぐらいですけれども、はい、27年間のアトランティックの最高の R&B を250曲近く入れた、ボックスが出ます。10枚組でございます。皆さんこれをですね、ぜひ買っていただいてですね、枕のようにして寝ていただくとですね、素晴らしい音楽がずっと寝てると聞こえるかもしれませんね。はい、よろしくお願いいたします。